ヒーロードバイデザートクラシック初日、18日、エミレーツ GC、アラブ首長国連邦、7428ヤードパー72。高額賞金がかかる DP ワールド、欧州、ツアーの初日は、9人がホールアウトできず日没サスペンデッドになったが、3アンダーの12位タイ発進と、今年初戦でまずまずの滑り出しを見せたのは、43歳のアダム・スコット、オーストラリア。その使用ギアには気になる変更が見られた。キャリアのほとんどがタイトリスト契約で、一昨年にそこから離れてクラブ契約フリーで、昨年はテーラーメイド、ステルス2プラス、一昨年はステルスプラスをメインに使用したスコット。迎えた今年はキャロウェイの新作でツアー供給品のパラダイムアイスモーク、マックス、ドライバーを手にしていた。フェアウェイウッドはテーラーメイド製、アイアンセットは三浦技研ではなくピンの新作、ブループリント S、ウェッジは冒険と様々なメーカーを組み合わせている。22年に一時期、ローグ ST、S、ドライバーを入れたが、キャリアでもかなり珍しいと言える、スコットのキャロウェイ製ドライバー。その初日のティショットを見てみると、ドライバーを使ったと思われるショットスタッツは下記のようになっていた。TH303YD、左ラフ、3H311YD、FW5H294YD、左ラフ、6H318YD、FW8H300YD、FW10H302YD、右ラフ、12H310YD、左ラフ、13H301YD、左ラフ、16H295YD、FW17H310YD、FW18H304YD、FW18H304YD、